吉田さん、人のせいにするっていうテーマ、そうですね、婚活とか恋愛で持っていきましょうか。女性はよく男性の年齢をね、一つの基準にして、まあ、なかなかいい人いないよねって言いますよね。で、いや私は普通の人でいいんです、年収が500万から600万で、まあ、大卒で身長が108センチでみたいなね、いろいろ言いますよね。でそういうこと言うから、女の人がね、そういうこと言うから結婚ができないんだよとかね、男性がもう結婚求めなくなっちゃうんだよ、なんだよ男は女の ATM かよとかね、いろいろありますよね。でもこれもね、私に言わせれば人のせいではないかっていうふうに言うこともできるんですよ。言うこともできるですよ、うん、いろんな事情があるんで一刀両断ではできないんですけども、例えば女性がですね、年収500万とか600万の人を相手に結婚相談所に期待を寄せてるとしたら、じゃあ簡単なんですよ。自分が年収500万とか600万になってしまえば引く手あまたって感じですよね、うん、で自分の年収が200万300万をこれからもずっとそうなんだっていう風な前提で自分の人生を見積もっちゃうから、なんだよ男は女の ATM かよって言うけど、いや ATM って言ってもね、年収500万600万じゃ ATM になれませんよ、うん、だから捨て台詞みたいなこと言わなくても、まあ私の場合だったら、あだったら年収目的なんだったら年収上げようかなと思うし、大卒がモテると聞けばやっぱり大卒ね、なっとこうかなと思いますしね、うん、例えばね、なんかこう家事を手伝ってくれる方がいいみたいなね、そんな女性の希望があるんだったら、よし家事するぞとかね、うん、優しい人がいいですって言われたら優しい人になろうかなとか思うじゃないですか。いやそれと同じだと思うんですよ。私は女性が男性に、例えばね、明るくてユーモアのある人がいいですとか、スポーツマンがいいですとかって言ったら、じゃあスポーツ始めようとかね、明るくて楽しい人になろうっていうふうに切り替えれば、うん、いいんじゃないかなと思うんですよ。ことね、お金に限っては年収500万がいいですって言われたら、いやいや何や年収500万なんて、なんで ATM かよとかって言うってことは、いや永遠に年収500万にならないつもりなんですか男性みたいなね、ことにも言えるってことなんですよ。まあですんで、これは一つの例ですけども、あの人のせいにして自分の能力が上がることはあんまりないです。ただ人のせいにすることによって周りの人がね、何か右往左往してくれて自分に気に入る人間になってくれて、自分は何にも進歩してないんだけども、周りの人が進歩進化することによってなんかいい関係になるってことはありますよね。要するに人のせいにするってことは自力では何もしないけども、周りの人が自分に気を使ってね、右往左往してあたふたと態度を変えることによって、自分にとっていい人になることを、まあ、望んでいるんではないかなと思いますね。新型コロナウイルスもありますけども、うん、自分で何をしたのかなってことなんですよね、うん、自分で何かできるのかなとかね、うん、まあ、もちろんいろんな状況でできない方もいると思うんで、これも一刀両断にはできないんですけども、私は少なくとも結果は出なかったけども、これをやったぞってものをね、結構ねこの1年持ってますし、実際に結果が出たものとか誰かの助けになったものっていうのもやっぱね、数えれば10や20は聞かないほどこの1年であったかなと思うんですよ。でも大したことしたなんて思ってないですよ。だって1年間あったわけですから、それは10や20できるでしょうっていうふうに私の感覚では思いますし、この久保哲郎が手をこまねいて何もしてないってことはないだろうと思うんですよ、どんなことが起きてもね、うん、まあそんな感じですかね。だから状況悪くなってますます稼いだみたいなこともありますし、ますます、うん、自分の自由を確かめたってこともありますし、ますますこの1年、うん、本当にありがたいことに感謝していただける人が増えたし、で最後なんですけど、ますますですね、今年はまだ4月になったばかりですけども、あのいろんなものをいただきました。そして私もいろんなものをあの配り発送しました。この関係こそが、まあ、YouTube やっててよかったな、ビジネスやっててよかったなって思うことですよね。今日もですね、昨日もね、あのもみじまんじゅうを、数件の方に送ったんですよ、普段の感謝とともに。まあこれはちょっと半分当てずっぽうですけどね、送る方は隅から隅まで送ることができないんで、その時思いついた人を送るようにしてるんですけども、昨日は3件送らせてもらって、今日ね早速お礼の返事を来ました。びっくりしましたみたいな感じでね、そう予告もなく、別に何かしてもらったわけではないけども、私の方から勝手にね、感謝の贈り物をすることがありますんで、まあそのうちあなたのところにも届くかもしれません。いってらっしゃい。